近藤さん2番目やな、すごい高い。ちょっとお話を聞きできる。はい、後ろがスパイクローラー付きになります。カゴになんかやっぱりサイド性が、
設定画面が英語教師のものが残っていたりとかで一部使いづらいところ若干ありましたけれども、今ご紹介しております CHC ナビであれば全て日本語表記になっておりますので、どなたでも使いやすいものとなっております。さあ本日はですね、皆さんに分かりやすいようにハンドルが一人でに動いている様子ご覧いただいております。こちら位置情報のテラスを借りまして、トラックが回っている時のようにハンドルが自分で動いてくれているようというものになっております。ただ位置情報のテラスを借りまして、トラックの時のテラスに水道が回っているようになっております。掃除もこうしやすいですし、中を見ていただいたら終了センサーとあと水分を測るセンサーが中に入ってますので、はい、もう今グレンタンクの中にどれだけもみが入っているっていうのも画面上で確認ができるようになってます。はい、ありがとうございます。
Thank you.
さまざまな商品やサービスを提供してまいります。ご不明な点がございましたらお気軽にお使いのお待ちの前で
たけど、このウェイト、重さがあることによって、旋回をするときにはこれを持ち上げて旋回しますよね。持ち上げて振り切ると、体が大事ですよね。そして、周りを小さかったり大きかったり、それでも値段が変わってきますので、それで大きくなったら15個くらいあります。その中から皆さんのその馬力帯を選んでもらったりとか、ギア数が多い方が値段がちょっと良くなりますので、ね、通常一般でよく売れてるのはこれです。はい、標準ロータリーのタイプでですね。でもう一つ上のなんか作業をしたいという方には、こういった開閉して位置を上げていくようなタイプも人気が出てますね。あとはこちら新型の春菜なんですけども、今日はこのベタの商品で前の新型の春菜の新型の春菜の春菜がありますからね。去年の春菜の春菜が向こうにあるんですよ。でこれらのちょっとベタの商品なので少し安いので、見比べていただきながらですね。普通の春菜と変わったところはこのハンドルの高さ、そしてエンジンですね。そうですね。